頼まれ事は有料無料を問わず、体が空いていたら引き受けます。頼まれ事を引き受けるというのはそういうことです。物事には重要なことと重要じゃないことという区別はありませんから、問題はどちらが先に来たかだけです。先に来た方を引き受けます。要するにそれだけ。だからめちゃくちゃに忙しくなるということは本来ありません。しかし、どうして忙しくなる人がいるかというと、 A さんの頼み事と B さんの頼み事のどっちを優先して選ぼうかと考えるからです。 A さんの頼まれ事がすでに入っているのであれば、 B さんも C さんもお断りするのが当然ですから、それ以上忙しくなることはないわけです。それは有料か無料かということでもなく、先に頼まれたか後かだけのこと。仮に先に来たのが無料で、その後有料のものが来たとします。そこで迷って有料のものに切り替えるということを繰り返していると、必ずそれなりの人生を自分が作り上げていくことになります。それを不誠実と言います。一度約束をしてやると決めたら、後の人がどんなにいい条件を提示しようと引き受けないことを誠実と言います。その誠実をただひたすらやり続けていくことです。馬鹿正直だ、愚直だと言われようと、そういう生き方を見る人は必ず見てくれています。ところが、すでに約束していても、ごめん、用事が入っちゃったからという人がいます。用事は入っちゃったのではなく、入れちゃったのです。約束した日時が分かっているのに、後から入れちゃったのです。そういうことが人生において積み重なっていくとしたら、誰もその人に頼もうとしなくなります。用事は入るのではなくて、自分で入れているのです。すべてのことにおいて、これは重要とか、これは重要じゃないという分け方をするのはとても危険です。依頼が増えてきても、先に引き受けたものを誠実にやっていけば、有料で頼まれることが次第に多くなり、その人を支援する方向で環境が整えられていくようです。